平素より大変お世話になっております。グノーシア実況プレイ、今日も続きをやってまいりましょう。よろしくお願いいたします。さて、前回はたまには推理をがっつりやりたいよねっていうことで、フルメンバーかつ自分は上院っていう構成でね、臨んだんですけど、なんかなんか気づいたら違う感じになってましたよね。パニックアドベンチャーになっちゃいましたよね。まあ、面白かったですけどね。動画撮った後で気づいたんだけど、多分これが生物汚染だよね。説がさ、結構前に、いや、ククルシカ騒動と生物汚染、すごかったよね、みたいな。言ってたじゃない？多分前回見たやつがそうなんじゃないかなと思うんだけど。また、グノーシアだったんだね、説はね。ククルシカ騒動の時もグノーシアだったもんな。で、今回は、また上院やろうと思うんですけど、ただね、イベントも見れるんだったら見たいんだよな。同じ設定まだ出るかな、イベントサーチで。まだ出るね。まだ出ますね、この設定。ってことは、これでもまだ見れるイベントあるよって、イベントサーチ様がおっしゃってるってことですよね。じゃ、これでやるか。上院15人、グノーシア3体。全役職あって、俺上院。行ってみますね。お？説と情報を交換しました。今回の説は上院。ああ。節イベ？節イベ会？そう、稲葉は68周目なんだね。そうだね、もう。なんだかんだ重ねてきましたよね。だんだんと分かってきた頃じゃない？私たちが置かれている状況については。いや、もうだいぶ、やったなーっていう感じではいるんですけど。節は、何周目なんですか、今回。初期条件として、グノーシア汚染者が複数。終了条件は、活動中の上院及び汚染者の数。そして終了条件が満たされると、私たちは強制的にループさせられる。これは、だいぶ前から分かってたかな。一桁台で分かってたかな。だから、うん。やはり重要な因子はグノーシア。あ、これで、ループ68。あ、まだ会話続いてんのか。自分がグノーシア汚染されたループでは確信しているんだ。人間を消してグノースの元に送り出す必要があるとね。本能的に人間を襲っているってことなんですかね。だけど結局分かってはいない。グノースって何？なぜ人間を求める？消えた人間はどこへ行く？ユリコならなんか知ってそうだけどね。この船にはどうして必ず汚染者が存在するの？ああ、私たちは未だ何も知らない。ユリ、ユリコに会いに行ってみるって説に提案しようと思ったんだけど、向こうから来たな。知りたいですか？噂をすれば、なんとやらだな。ユリコ。グノーシアとは何か？グノースとは何か？なぜここにグノーシアが存在するのか？知ってんの全部。ユリコは何者なんだ？本当に知りたいのですか？ああ、知っているならば教えてほしい。ふふ、素直なこと。ならば一つ。また余興。余興をいたしましょう。余興好きね。え？グノーシア？なの？この身を破滅させるがいい。グノースとやらに汚されたこの身を。印ついてる。またなんかがっつり推理とはいかなそうね。このループでも。な、ユリコはグノーシア汚染者なの？へえ。だけどどうして私たちにそんなことを。破滅させるってなんだ。言ったでしょ。これは余興だと。楽しそう。お前たち二人が見事この身を破滅させたならば、教えてあげましょう。お前たちの求める答えを。破滅させるっていうのはコールドスリープさせるっていうこととはまた違うんですかね。どうすればいいんだろう。
あの強制年金に食わせるとかですかね。ザ破滅ですよね。それこそわかった、生物汚染会ふふ楽しみですね。ユリコもループしてんのか、そんな感じしない？なんかこういう本当に合ってそうな予想を言うのあんま良くないよねやめとこう。稲葉ばやろう。あーやっぱコールドスリープでいいの？ユリココールドスリープさせるんだ。三択頑張ろう。冗談を言う。気が進まない。別に気が進まなくはないよな。冗談を言う感じでもないと思うし。頑張ろう。頑張るぞ。一緒に頑張ろうと答えた。ああこれは好機だよ。こんな展開は今までのループになかったから。セツさんも初見なんですね。稲葉場と一緒ならきっとできるから、さあ一緒に行こう。俺で始まる。ん？ちょっと曲がおどろおどろしいんだけど、これでやんの？これでやるんですか？これどうなんですかね。ゆり子初日からガンガン行っちゃっていいのかな。せつは入れてくれるよねきっとね。うん、あやっぱり仲の悪い人ゆり子になってる。仲のいい人はせつか。まあとりあえず普通に進めるしかないですよね。では留守番から。留守番カモン。レムなんかちょっとドキドキするよね。マジでマジで。でも前一回あったけど何も起こんなかったんだよな。これで何かしら騒動が起きてゆり子イベント消されちゃったら嫌だな。一旦様子見。乙女に行くんかい。せつゆり子行かないの？乙女を疑う。重道も乙女。キューステラ弁護。コメットも。SQ も出るか。結構弁護出ますね。じゃあエンジニアにも出てもらおうか。エンジニアカモン。ラキオくんか。ラキオと？おお、重道か。なんかいつものって感じだな。もう一人来ないかな。来た！ピガ！乙女か。なるほど。どうかな。ゆり子行くんだったら初日が狙い目かなって俺は思うのね。多分流れ的に説は入れてくれると思うし、議論がね初日は活発化しないからこれっていう候補も生まれにくいんで、乱戦にもつれ込ませてどさくさに紛れて子宮を上げてしまうっていうね。ただ何日か開けるとイベントが見れるとかね、そういうのがあると。ああ、まあ、いっか、ちょっと、初日行ってみようか。ドクターには出てもらいたいから、ちょっと、俺が連続で喋ることになるけど、ドクター来てもらおう。どうかな？ 3 人来てくんねえかな？コメットか。コメット&？ ジーナー、すごいみんななんか、演技力弱者がバンバン出てきてくれて、ありがてえな。三人目は出ないか。で、返す刀でそのまま、ゆり子を疑う。これ、連続で喋るとヘイト上がりやすいのかなとか思って、普段はしないんだけどね。まあちょっと行ってみよう。お！ SQ 来てくれた。説もね、多分同意を求めるを使ってくれると思うんだよね。説来いよ。同意を求めるを使いなさいよでも、まあ反撃は来ますよね。それはまあ想定通りなんだけど。レムランか。レムランと、シャーミン。ラキオも。レムラン、シャーミン、ラキオは、古文か。ユリコの。どうかな。セツ、SQ が入れてくれれば。3票集まったら割と、どうすかね。あ、いいよ。どうだい？やったあっさりいけてしまったな。まあいいよね。余興ですよ。
お見事そうね、ゆりこ、お前は強かった。だがそれは間違った強さだった。ああ、イベントだ、やった、私たちの勝ちだ。約束通り教えてもらうよ。どうなんかな、何日か開けた方が良かったかな、わかんねえからな、その辺がな。そうでしたね。さて、何が聞きたいのですか。両方聞きたいけどな。一応、節と話してたのはグノーシアのことですけどね。ユリコのことも聞きたいぞ。グノーシアのこと聞くか。グノーシアについて教えてほしいと言った。良いでしょう。ならば、まずお前たちに問おう。グノーシアは人間を消す。それはなぜだと思いますか？人間が憎いから。人間を救うため。人間を救うため？今まで見てる中だと、憎いから消してるような感じではないですよね。救うためってわけでもなさそうだけどな。どうしよう。説に任せてみる、回答。ちょっと俺黙るわ。人間を消して異星体グノースのところに送り出すためだ。それが人間を救うことになる。そう思っているから。説、よく知っていますね。まるでグノーシアだったことがあるかのように。てんてんてん。グノースに触れられた者はビジョンを得ます。ビジョン。それは強烈な脳を変質させるほどの、神の声を聞くとでも言うべきか。そう、グノーシアとは殉教者なのです。グノースより典型を得て、人間を救うために自らの命を捧げる者ども。異星体グノース、人類の敵。教えて。グノースとは何者なんだ。ユリコは知っているんだろう。ええ、知ってんの。ん？おい、ステラが。いいとこなんだよ、今。まもなく空間転移をいたします。乗員の皆様は。おや、残念でしたね。時間切れのようです。え、これで終わり？え、そんな、待って、ユリコ、話を。コールドスリープしなければなりませんから。お前たちが決めたことでしょうに。くぅ。ふふ、このままでは哀れね。最後に一つ助言を与えてあげましょう。グノースが何者なのか、好みは知っている。ではなぜ知っているのでしょうね。それを考えてみるがいい。一般グノーシアは知らないんだもんね。グノースが何者なのかについてはね。だから、星船とか、巫女とか、その辺関連だよね、きっと。ユリコが知ってる理由だって。さて、話は終わりです。去りなさい。ユリコ。やっと糸口を掴んだと思ったんだけどね。あそこでさ、ユリコのことを聞いてたらどんな話してくれたんだろうね。うん、落ち込んでいても仕方ないね。一歩、いや半歩かな。前には進んだんだから。前向きだね。それにユリコがまだ情報を持っていることは確かなんだ。稲葉場も機会があればまたユリコに接触してみてほしい。もう一回このイベントが起こるっていうわけではないよね。また別のユリコイベントってことだよな、きっと。ああ、ユリコ開いた。開きましたね。見てみようか。仲の悪い人がコメットになっているな。6個中4個空いてんだね。4つ目、異星体グノースの正体を知っている。これでまたユリコがパワーアップしたんだな。とりあえずレベルアップ、ステルスに振ろう。あと5まで来ましたね。セスとかいるかな？いた。会いに行ってみよう。稲葉場のことは信用しているよ。あ、いや、もし稲葉場が敵だとしても気にしないでいいからね。そこはお互い様なんだから。普通のコメントだな。ククルシカ消滅。ククルシカは、留守番か。ククルシカ騒動起こらずですね。まあ、こっからは普通に推理ですけど。ユリコが分かってるからね、もうね。
多分エンジニア、ドクターとして名乗り出てる人たちの中に入ってますよね、グヌーシは2人。しかもまた分かりやすそうなメンツだな。報告を聞きますか。お、コメット本物っぽい。ドクターコメットがユリコはグノーシアだった。ジナ偽物だね。エンジニア報告は？茂道はシピを見た。シピはグノーシアじゃない。ラッキオもシピを見ている。あー、乙女。ラッキオはグノーシアだった。どうですかね。間違いなく偽物って言えるのはジナだけなんですけど、できればね、バグを洗い出すためにコメットに人間だと家を使ってほしいんだよな。ジナは使わないでしょ、多分。ジナいなくなるとすぐコメット襲撃されちゃいそうだから、ちょっと待ちたいよな。あ、シピがレムナを利用しようとして断られていますね。あ、俺？俺に来るか。まあ、構わないけどね。ゼラ。ジナ。ジナか。セツ。ありがとう、みんな。やっぱジナ残したいよな。でも疑われてんな。チピと SQ？ セツも行っちゃうか。まあバレてんだろうな、多分。これはジナ行っちゃいますね。ジナ弁護する人を見ておこう。ジョナスか。ジョナスは関係ないだろうな。シャーミン、多分エンジニア勢で出てきたな。茂道か。茂道はもしかしたらグノーシアかもしれない。茂道行くかな。 SQ、 レムナン、ジョナスは SQ に行く。誰も弁護しないか。茂道行ってみるか。俺が茂道行ってみるわ、コメットがいるうちにね。茂道がグノーシアだったらラキオにグノーシア判定を出している乙女も嘘つきってことになりますもんね。セツ、 SQ、うん、うやむやにする。悪いんだけど俺ちょっとトイレ、最近どうにも近くてな。行けよトイレ。うやむやにできてねえだろそれ、実際にトイレに行かないと。どうかな、茂道に入れてみよう。ジナ行っちゃうかな、行きそう。あーダメだね。コメットにな、生き延びてほしいんだけどな。さよなら、ジナ。仲間を増やしておきたいんで、ステラかな。悲しんでる俺に優しく声をかけてくれたしね。私を訪ねてきてくださったのですか？嬉しい？稲葉様。シピか。シピ消滅？とりあえず報告を聞きましょう。ラキオが乙女を見て乙女がグノーシアだと言っている。ああ、茂道は合ってんな。あ、シピ調べてんのか。シピを調べてシピが消えたんだよね。バグかな。可能性はあるよね。ドクター報告は？まあそうだよね。ジナグノーシアだった。ジナが疑われた時に弁護してたのはジョナスとシャーミンと茂道だからな。バグがな、あ、やったー、嬉しい。助かります。今日あたりね、コメントちょっと危ないと思うんで、ナイスタイミング。俺は誇り高き人間、稲葉パ。俺でしょ？音、これはね、いや、多分ね、グノーシア
1体しか残ってないから、ここでね、やめさせるっていうのは AC 主義者だと思うんだよね。乙女 AC 主義者だろ。なんで止めるんだよって。そっか、乙女さ、自分たちの嘘がバレるかもって思ったな。ってことは、乙女 AC 主義者だから、乙女にグノーシア判定を出してるラキオは嘘をついてるね。多分グノーシア。バグって可能性もなくはないけど。でもまあこれまでの傾向を見るに、バグは潜んでるんじゃないかな。そう思う。一人ずつ潰していくか。前日レムナンとジョナスに疑われて誰も弁護しなかった S 級あたり今日行ってみようか。乙女はもう捨ておいていいと思う。ジョナスだけか。 S 級悲しむ持ってるからな。コメットと乙女が弁護か。お、投票しろ。乙女か。ラキオの調査報告。今回の投票では乙女様に投票なさってはいかがでしょうか。まあ嘘つきは嘘つきだからな。説同意。レムラン反対か。多分AC 主義者ですけどね。ジョナスが疑われてる。まあジョナスでもいいんだけどな。思いのほかジョナスが行かれてるんで、じゃあ今日ジョナス行けますか。あ、さすがに、さすがに乙女か。まあこれで終わりってことはないよな。さすがにね、残り一人の状態でやめさせるはしないよね。あー、ロビーでステラ。同盟かな？なんだろうね。あれ？イベントだね。あー、なんか伝授イベントっぽい。あはは、さっきのは良かったね。乙女に投票しろと言われた乙女のあの丸削ら。楽しい見せ物を提供してくれて感謝するよ、ステラ。なんて嫌なやつなんだ。私そんなつもりでは。乙女はグノーシアなんて本当は思ってなかったんじゃない？それなのに情報収集のために乙女を犠牲にする。血も涙もないとはこのことだよね。よくそんなセリフ出てくるな。そんな。褒めてるんだけど、いかにも優しげな顔しておいて冷徹に乙女を切り捨てたその計算高さ、大したものだよ。まったく、お前どうせグノーシアだろ今回。違います、私ただ、俺は二人の会話をずっと見ていることしかできないのか。俺は殴りつけることはできないの。ラッキーを。だから褒めてるんだって。謙遜も過ぎると嫌味だよ。ああ、でもそうやってあくまで善人ぶるのもうまい手なのかな。真似するつもりは全く起きないけど。だけど投票先の提案は今後真似させてもらうよ。ステラみたいにうまく他人を操りたいものだね。あはは。すげえなー。私泣きそう。かわいそう、ステラ。投票しろ取得。スキル投票しろを取得しました。あー、ロジック10あればできるんだ。使えますね。コメント消えたか。まあもう分かってるからね。ドクターはいなくても。じゃあもうこっからは猜疑心のままに役職を持ってない人をどんどん潰していく感じだよな。報告。ああ、コメットを見ちゃったか。違う人がよかったな。チャーミンはグノーシアじゃなかったと。ジョナスね、行きますか。うやむやにする。そうね、ジョナスはまあ第一人者ですよね。無益な争いはやめて耳を澄ましてみればいい。どうだ、聞こえるだろう星々の歌声が。ジョナスはね、廃人のふりをしてる感じもするよな。これはな。あー、ちょっとラッキーをまだ行かないでほしい。ステラと協力しようとかしてみようか。いいね。
他の方から求められるのって嬉しいものですね。とりあえずジョナス行きました。さて、イベントはなし。留守番レムラン。稲尾さん、僕に何かご用ですか？特に用はないんだけど。おお！やった！やったぜ。これは多分でもないな。SQ がバグだったんだな。よかった。重道が調べてくれたんだよね、きっと。被害者は SQ とレムラン？ふん、簡単なことさ。片方はバグなんだろ。お前調べてんのかよ。どうなんだよ。報告を頼む。ドキドキ。悲しいな。ゲームの仕様がな。ここで変えられないからな。説はグノーシアじゃなかった。やれやれだ。どう見ても説は不審者だろ。お前なんだよな、不審者は。あー、ナイス重道。あ、じゃあこれこれ行きましょう。ラキオに投票しろ。ラキオはグノーシアだと乙女が報告している。別にそれが理由ではないけどね。どんな気持ちだいラキオ今。別チャーミン目が泳いでる。ステラもな、復讐だなこれは。あはははは、これが修復生ってやつだけど、稲は君ごときに先導者が務まるのかね。誰も弁護しない。終わったな。あ、ステラも重道もね、俺生き残りますよね。ステラがデータによればラキオ様がエンジニアである確率はゼロです。どうやら僕は君たちを侮っていたようだ。口は災いのもとってやつだな。ことここに至っては仕方ない。いや、怒ってなどいないよ。冷静かつ理性的に僕は僕の運命を受け入れるつもりさ。しかしよくもこの僕をはめてくれた。ラキオ好きだな俺。ふん。かわいいな。さようなら。バグもいないですもんね。勝ったぜ。完全勝利だね。グノーシア反応消失。喜ばしいことですが、ふふ、ちょっと残念です。なんてよ。だって、稲葉場様と心を通わせた濃密な時間が終わってしまうのですから。あれ、ステラはもう突起事故全部開いてますもんね。これは、同盟を結んでた時のステラとの会話だよな。ああ、重道もいたの？ごめんね、重道。俺は重道の恋を応援したいと思ってんだけどね。何せよ、これで揉め事も終わりだよな。やっぱ平和が一番だわ。告白イベント起こんないんですね。あ、すげえ !9036? やばくない？なんで？上院だからか。まあ、すげえスムーズに進められましたもんね。うやむやにするの時は、適当にごまかしておこうってなるんだな。腹立つな、ジョナス。絶対分かってやってるよな。ああ、止めますよね。人間だといえばね。グノーシアやってる時も一回止めてたもんね、前。でもまあ、これでな、分かっちゃったわけだもんね。AC 主義者が乙女で、ラキオがグノーシアっていうのもね、分かりましたから。やっぱそういう意味でもね、人間だといえば本当に強いですよね。スキルとしてね。自分で使えたらまあ便利だけど、便利すぎちゃうっていうね、ところもあるから。誰かに使ってもらうのを待つぐらいでもいいのかなとは思いますけどね。まあ今日のハイライトはここでしょうね。初日にね、ユリコ行けちゃったっていうのはね、でかいよね。二日目以降になるとな、ユリコを議論で潰すっていうのはかなり難易度跳ね上がりますもんね。よかった、すんなり行って。まあ今日はこんなところですかね。ちょっとイベントでね、ユリコが早々にグノーシアってことが分かっちゃったから、がっつり推理とはいかなかったけど、まあ次は違う役職するか、グノーシアやるかな。うん、まあこのパートはここまでということで、また次のループでお会いしましょう。さようなら。